はい、皆さんこんにちは。今日はですね、富士フイルのカメラを買おうかなとか、買ったんだけどどんなレンズがいいのかなっていう方におすすめのレンズをご紹介したいと思います。はい、これなんです。以前もお話ししたことありますけど、XF の 16-80mm F4 透視、これはね本当に便利ですね。今 XT4 につけていますけれども、ほとんどねどうだろう6、7割なんかこのレンズで撮ってるような気がします。まあ、本当に便利なズームレンズで、まずですね特徴を言うと16から80なので 35mm 版換算 24mm からだいたい 120mm ぐらいまでカバーします。なのでまあ、便利ズームほどは届かないですけど結構、ね、遠くまで撮れますし、35センチの最短撮影距離なのであまり寄れるっていうレンズではないんですが、まあ、ズーム端を使ってあげれば結構ねなんちゃってマクロほどではないですけど、まあ、ちょっと寄ったようなね物撮りなんかでも対応ができるという感じになります。で、F4 透視なのでちょっと暗いんじゃないっていう方もおられるかも分かりませんけれども、僕もあの F2.8 透視の標準ズーム、まあ、ソニーの E マウントの方ですけど持ってますが、F4 だからって何かね困ることは、まあ、ほとんどないですね。ないです、ないです、言い切れます。よほど暗いところでない限り F2.8 と F4 とそんなに決定的な差があるかというとそんなではないですね。あのボケについてももし背景ぼかしたいんであればこうやってね、ズーム端を使ってあげれば、F4 でも十分ボケますし、そういった意味ではいろんな、アプローチで写真を、作品として、撮ることができる一本のレンズじゃないかなと思います。で、各社からこのスペックの、まあ、いわゆる24から105とか前キヤノンで僕は EOS を 5D を使っていた時にやっぱり24-105F4 透視っていうのをね標準ズームで持っていたんですが、さすがにね APS-C なので、で富士フィルムの XF レンズってかなり軽量コンパクトの設計になってますから、これでねだいたい1キロっていうことは本当にね持ってても疲れないですしね、フルサイズの一眼レフ用の同じスペックの F4 同士のズームレンズ結構重くてね、それに比べるのも本当に軽々とは言いませんけども、かなり軽量コンパクトに仕上がっているなと思います。でこのレンズなんですけど、今 XT4 なんですけどつけているのは、例えば XT30 とか、まあ、XS10 ちょっと小柄なにも全然合いますし、もっと言うと、はい、XE4 にもねつけてもこんな感じで、ちょっとフロントさすがにねフロントヘビーかなっていう感じはしないではないですけども、まあグリップがとかねちょっといろいろ問題があったグリップを今つけてますけど、グリップがあるとね問題なくこれでね運用ができるという形になります。まあ、こんな感じですね。はい、そんなわけでこのねレンズは本当に1本あったら多分ね、本当に何でも撮れちゃうなという気がしていますし、まあ、自分が現にほとんど何でもこれで撮ってるかなという実績のあるレンズです。まあ、富士フィルムのユーザーさんってどっちかっていうとズームよりも単焦点が好きな方が、まあ、自分もそっちはそうなんですけど、なんですがまあ、X プロシリーズはちょっとまた、単焦点の方が似合うカメラかなと思いますけど、まあ、それ以外はね本当にこのレンズおすすめだなと思います。標準レンズではこれとは別に本当にX シリーズが出た時からある18-55mm の F2.8 から F4 というのがあるんですけど、あれもねもっとコンパクトで軽量で、例えば XE シリーズなんかにはバッチリなんですけど、まあ本当に XE1 の時にねキットレンズで出たぐらいのレンズですからバッチリなんですけど、僕もね10年間ぐらい使っていましたけど、まあ、このレンズをねこちらの F4 透視の方のレンズを買って、去年ねもう本当出番がなくなっちゃったんでもうドナドナしちゃったんですけど、あ今年か、もう売却しちゃったんですがあっちの方を、それぐらいねちょっとこちらの方が使い勝手がいいなと思ってます。はい、そんなわけで、富士フィルムのズームでこれ1本選んだらっていうんであればもう間違いなくこの1本になりますね。あとそれとですね、例えば XE4 のようなアイビス、あのボディ内手ブレ補正がついていないカメラでもこれね6段の手ブレ補正がついてますから、6段あればね本当にねどんなカメラにその
ボディナイトミル補正のついていないような XT30 とかね、XE4 とかにつけてもね、ほとんどね、まあ、手ぶれすることなく撮れますね。多分ね、10分の1秒とか8分の1秒ぐらいのシャッタースピードでもギリいけるんじゃないかなっていう気がします。まあ、そういうメリットもあるということで、とってもこのレンズはおすすめだなと思っています。気になる方はまたいつものように下にマップカメラのリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。はい、このレンズはおすすめです。それでは今日はこの辺で。